耳の部分がちゃんとこう丸くできているかとか、頭の形がきれいにちゃんと見えるかっていうのを考えながら引き出しを作っていってください。皆さんこんにちは、スタジオカー新宿店ヘアメイクのおうちです。今日はウィッグを使って、今もう完成している状態なんですけど、こちらのシニオンスタイル作っていきます。で、今回はちょっとこうヘアメイクさんだったりとか、あの美容師さん向けで少しこう細かく技術についたり解説もしているので、そういった部分もぜひ見ていただけると、こう作り方が伝わるんじゃないかなと思うので、ぜひ見てみてください。覚えていただければもう明日からすぐ使えるアレンジだと思うので、ぜひ試してみてください。ではやっていきます。よろしくお願いします。はい、それでは今日もやっていきます。最初にウィッグがあるんですけども、ビアーズ本人の延長ラインでスライスを取っていきます。ここは邪魔にならないようにダッカールで止めておくようにしてください。お、リア2、耳上からてっぺんにかけてスライスを取って、ダッカールで邪魔にならないように止めていきます。ではベースですね、後ろの方から今度コテで巻いていきます。ではティヌージョのアイロンですね、180度に今温度を設定しています。で、トップ表面に出てくるところだけ巻きを作ってあげればいいので、今日はだいたいベースを5本ほど入れていきます。で、スライスをトップから取ってもらって、ここをミックスで巻いていきます。しっかり根元から巻きを作ってあげてください。巻いてあげたら、こうカールを抜くような形で巻きを入れていきます。はい、こういう感じですね。これはあと今中心巻いたので、左右に2本ずつ入れていきます。こっちは反対のフォワードの方向に髪を巻いていきます。またちょっと抜きつつ歩いていきます。毛先は見えない部分なので、ここは巻かなくて、毛先まで巻かなくて大丈夫です。右端も3つ巻きになるように巻いていきます。はい、こういう感じですね。左側もミックスになるように巻き入れていきます。5本だと巻きがまあ奇数になるので、次のカールの部分ですね、ここはミックスにするから、まあ、お顔に対してこうフォワードに巻きたいところなんですけど、耳後ろはリバースで巻いてあげた方がおすすめなので、ここは剃って大丈夫です。ここだけちょっとミックスにならないんですけど、左右どっちかがミックスにならない状態ですね。ここは耳後ろはリバースで巻いてあげてください。その方が頭の形とか、こう耳の後ろの部分が隠れるので、ここがスッキリしちゃうよりも、ここに髪が被った方がシルエットは綺麗に見えてきます。なのでそれを意識してみてください。はい、じゃあベースを巻き終わったので、一度毛束をコーミングして、スプレーで形を整えていきます。もう巻きはこの5本だけで、バックは大丈夫です。巻くと毛束がちょっとふんわりしてきます。はい、で巻いてあげたらハードスプレーで少し形を出していきます。毛束のこの山の部分にちょっとこうスプレーをしてあげてください。で、立ち上げていくと、こうシルエットが出てきます。山を広げてあげていきます。引き出しすぎるとちょっとこうパーティー感が強くなるので、
特にこう美容師さんとかでこうよくあるお呼ばれシーンとかだったら気持ち引き出すぐらいで大丈夫です。そんなにオーバーにはしなくて大丈夫です。こんな感じですね。こういう感じで巻いてます。はい、今ベースが巻き終わったので下のところで一つで結んでいきます。この時にここのせっかく立ち上げたふわふわがなくならないように気をつけてください。優しく持ってあげてゴムで一つに下の方でですね結びます。はい、結んでいただいたらちょっとギューッとしてまた全体シルエットの補正ですね、ギュッてなって、まあ、ちょっとこう引っ込んだりする部分もあるので巻いてない毛束とかもちょっと全体のバランス見ながらふわっと引き出していきます。巻いた部分も引き出すし、巻いてない部分もちょっとずつちょっとずつ引き出してシルエットを出していきます。こんな感じですね。横から見てもこういう風にふわっと感が出るようにしていきます。はい、こんな感じで後ろは完成です。はい、では次はサイドやっていきます。サイドも同じようにベースを巻いてからいきますね。こちらもベースを巻いていくんですけれども、だいたい3本ぐらい巻いていきます。で、この一番後ろの毛束はこうベースに沿わせるようにしたいのでリバースに巻きます。リバース、お顔に対して外側に向くように巻きを入れて、またちょっとこう抜いてあげて巻きがちょっとこうねじれるようにします。だいたい真ん中の位置はリバースで巻いていくので、ミックスで巻いていくのでフォワードで抜いていきます。すいません、最後がまたリバースですね。失礼しました。遅れ毛出すときはここで遅れ毛をしっかり残してあげてください。で、毛束をこの時にちゃんとこう前に倒すようにリバースで巻いてあげてください。理由はこの毛束を後ろに持ってって巻くと顔の方に毛束がこうかかってこないんですけど、前にこう持ってきて巻いてあげるとこう顔に髪がかかってくれるので小顔効果が出てきます。はい、で、こちらサイド片方巻き終わったので、また少しコーミングしてカール感を、今強いんですけど柔らかくしてあげて、またちょっとスプレーで固めますね。カールの山をちょっとこう引いてあげるようなイメージでしっかりシルエットを後ろに合わせていきます。頭の丸みに沿うようになので、結構こう丸みを意識して頭の丸みを意識して作っていきます。はい、そしたらこちらのサイドをツイスト2つに毛束を割ってねじっていきます。ねじってまたこのベースに合わせてねじった部分もちょっとずつちょっとずつ引き出してあげてください。引き出して引き出してふわっとさせて、耳のところも引き出して、お顔に毛がかぶるように引き出してあげて、ここでまとめたらダッカールで一度仮止めをしておきます。はい、こんな状態で反対側も同じように作っていきます。今日はちょっと前髪が長いので前髪も一緒にこうまとめていくやり方でやっていきます。で、前髪ある方のスライスの方がちょっと毛の量が多いので、さっきよりもう少し巻きを入れていきます。3本だと隙間が空いちゃうので、まあ、こちらだとまたベースに近い、まあ、4、5本ぐらい巻きを入れてあげてください。この本数、巻きを入れる本数に関してはその方の長さだったりとか毛の量によって変わると思うので、特に決まりはないので、ご自身でちょっとそちらは調節をしていただいてバランスを見つつ巻いてあげてください。で、頭に近いベースに近い髪の方に関してはリバースで巻いていきます。で、ちゃんと抜き巻きですね。
で少し間隔を空けてまたフォア。絹油状のまあカールアイロンだとやっぱりすごく熱を入れた時に髪のツヤを出してくれるので結構おすすめです。あとはアンドチェスがすごくしやすいので低くて110度ぐらいで私はやることがあるんですけど、そういった温度設定でも髪のツヤすごく出ますし、180だとやっぱりしっかりすぐ巻きがついてくれるのですごく使いやすいです。ここはリバースですね、ミックスなので。はい、ちょっと前髪側に入ります。前髪もお客様にはお好み聞いていただいて、少しこうデザインを入れていいとか、もう持ってっちゃう、後ろに持ってっちゃって大丈夫ですよっていう方だったら表面にも巻きをまた入れていきます。なんかストレートすぎるとちょっとやっぱりここだけピタッとなってるとね、急にデザインがなくなってしまうと寂しいので、今日は2本ほど入れていきます。で、お客様にやるときにはちょっとこう前髪失礼いたします、しっかり声かけていただいて、気をつけながらこう手を添えてあげながら巻いてください。はい、こういう感じです。で、ちょっとこれで1個で持っていくのは少しまた大変なので、前髪部分だけざっくり分けておいてもらって、1回こっちだけ先に持っていきます。カールで針止めしていって、前髪の方もねじっていきます。2つにして、あえてこちらは内にねじっていきます。同じねじりの方向よりも、少しこうデザインをアシンメトリーにサイドの部分からしてあげると、動きに変化がついてすごく可愛くなります。今日はこういう。こういうふうに同じようにねじってあげたら、また後ろにダッカールで仮止めしてもらって、今こちらが真後ろですね。ここギューッとまた持っていただいたら、こちらもゴムで結びます。ゴム使うとやっぱり何がいいかっていうと、もう崩れないし、お客様もピンよりゴムの方が取りやすいので、帰ってからこうオフしやすいっていうのがメリットです。ですね。で、ここからは、ちょっとそのシニオンの形を作っていくので、少しピンとかも使っていきます。毛をだいたい量をまた見ながら3、4本に分けて、で、ちょっと引き出しながら、一番端の毛から引き出してねじってもらって、高さ、持っていきたい高さの位置にこう斜めにすくい上げるような形でピンで固定していきます。毛束くるくるくるっとしてもらって、毛先は中に入れ込みます。で、今度反対側の端っこの毛も、あまりこうねじった時に緩くなりすぎないように、しっかりこっちの持ってる方の手で固定しておくのがポイントです。こうどんどんシニオンなので、丸みを作っていくイメージでピンで固定していきます。ですね、毛束ツイストして、
どこにあと丸みがあったら綺麗にシミオができるのかなっていうのを考えながらやっていただけると、イメージに近い形でデザインが形成していけると思います。ここに持ってこようかなって考えながらですね。で、あとはまあこういう風にちょっと上に持っていきたいけどピンじゃちょっと見えそうだなっていうタイミングで、クルリンパスティック、こちら100均とかでも売ってます。使っていただけるとすごくいいです。この中にもう通しちゃいます。これを通して、もうクルリンパする以外の場面でもすごいこちらは大活躍します。止めてあげてください。いい感じですね。ちょっとバランス見ながら全体開きつつやってみてください。いい感じです。必要な部分考えていただけるとバランスが良くなります。の処理もしっかりしてあげてください。はい、そしたら最後ですね、全体のバランスをちょっと今整えたんですけど、最終チェックでどこから見てもこうふわっと感が可愛いかとか、大丈夫か、デザインバランスが大丈夫かチェックして完成に塗っていきます。その4部分がちゃんとこう丸くできているかとか、頭の形が綺麗にちゃんと見えるかっていうのを考えながら引き出しを作っていってください。出しすぎちゃった部分に関してはピンで押さえたりするのも全然 OK です。はい、これで完成になります。